対する野党は無所属で出馬した若手候補が相次いで当選。長岡市三島郡では32歳の須佐武文さんが初当選を果たしました。これからの時代は、ね、あんたみたいな、ね、若い人がやって頑張らるっていう、ね、お声も非常に多くいただいたので、全体として年齢の若い人を求めるような声が非常に多かったんじゃないのかなと思います。全県で見ても結果を見てもそういったところあったと思いますしね。その一方で、立憲民主党は公認候補2人が落選。選挙前から議席を1つ増やしたものの伸び悩みました。特に立憲ですよね、に対しては、残念ながら風は吹かなかったといいますかね。もちろん現有よりは伸びましたけれども、それ以上大きな伸びはできなかったので、残念ながらいい結果ではなかったとは思います。関西で強さを見せる日本維新の会も県内では風が吹かず、力不足な私に本当に多くの方が力をいただいたことに対して申し訳ない思いがある一方、じゃあ私が下を向いて歩いていくことがその人たちの恩返しになると思いませんので、はい、前を向いて先ほど申し上げた通り、自分がなすべきこと、できることをしっかりとやっていきたいと、このように考えております。共産党は1967年以来守ってきた県議会の議席を失いました。本当に皆さん遅くまでお疲れ様でございました。本当に長い長い選挙戦、大きな野党共闘の広がりの中で、戦わせていただきましたが、私の力不足で当選まで手が届かず、本当に申し訳ございませんでした。